ジミースターはポルカのミュージシャンでトランペットクラリネットサクソフォン奏者でありジミースターヒズオーケストラのリーダーである。ジミースターはグラミー賞の最優秀ポルカアルバムを18回受賞しており、この記録はポルカ部門では歴代最多である。ジミースターはアメリカではおそらく最も人気のあるポルカバンドで RFDTV には彼らが主催するテレビ番組がある。 ジミー・スターはニューヨーク州オレンジ郡の村であるフロリダ出身である。スターはアイルランド系アメリカ人だったが村がポーランド系アメリカ人文化に溢れており、スター自身も若年期からポーランド文化に影響され定期的にポルカダンスに参加していた。スターは13歳からクラリネットを地元で演奏するようになった。 1960年代は地元でポルカを演奏することに専念し、1969年には自身のレーベルスターレコードを設立してポルカアーティストのマネジメントなどのビジネスを始めた。1970年代にはジミースターヒズ・オーケストラと宣伝されアメリカ化されたポルカを演奏して人気を着実に上げていった。1979年には リードシンガー剣クスフォーン奏者のジョニー・カラスをバンドに雇い、このことがバンドの後の成功につながった。1985年にグラミー賞がベストポルカアルバム部門を設立すると、その第2回目となる1986年にスターはアルバム I Remember 悪そうで同賞を獲得した。その後、A ポルカ・ジャスト・フォーメ、ボーン・ツー・ポルカ、オール・イン・マイ・ラブ・フォーユー。 ウェイ・ッツ・ポルカ・タイム・アット・ユア・ハウス、ライブ・アット・ギリー・エスと6年連続で同賞を受賞し続けた。スターは、そうしたアルバムを発表するのみではなく、アメリカ中のカジノやフェスティバルで演奏して回った。1995年に、アルバム、アイ・ラブ・ツー・ポルカで、久しぶりに、グラミー賞を受賞すると、ジミーのファンを辞任する、カントリー歌手のウィリー・ネルソンと共演した、ポルカ。 オールナイトロング、アコーディオン奏者フラコ・ヒメネスとカントリー・カシュビル、アンダーソンと共演した、リビング・オン・ポルカ・タイム、オークリッジ・ボーイズと再び、ヒメネスと共演した、ダンス・ウィズメと4年連続で受賞した。カントリー・ミュージックとのつながりが深いジミースターは、グランド・オール・オプリに登場した、史上初のポルカアーティストとなった。2000年代になっても、スターのグラミー賞での躍進は続いた。 まず、ベテランカントリー歌手のメルティリスと共演した、タッチドバイ、エーポルカで、グラミー賞を獲得すると、ブレンダリーに加えて、サイドウィリー・ネルソンと共演した、ゴーン・ポルカ、フォークのアーロ・ガズリーと、ブルーグラス歌手のロンダ・ヴィンセントが参加した、トップ・オブ・ザ・ワールド、バンジョー・ノベラ・フレックラが参加した、レッツ・ポルカラウンドと、サイド4年連続グラミー賞を獲得した。ロックンロールのオールディーズを、 ポルカでカバーしたアルバム、シェイク、ラトルポルカで再度グラミー賞を獲得すると、ベテラン歌手、ボビー・ビントンと共演した、ポルカ・イン・パラダイス、さらに、カムシェア・ザ・ワイン、レッド・ザ・ホール・ワールド・シングと、再度4年連続で受賞し続けた。ツアーでは、バンドメンバーはジミーが所有する45フィートのツアーバスに乗って移動する。カーネギー・ホールで7回、 ニューヨークのリンカーンセンターで4回、ワルシャワの文化科学宮殿など、世界中の有名な会場でコンサートをしている。ありがとうございます。